どうも、男性ブランコ浦井です。本日ご紹介するのはこちらでございます。はい、ガンダムベース限定 HG のイフリート界メタリックグロスインジェクションでございます。ブルーデスティニーのライバルであるイフリート界、これはですね、元々のね、あのプレイ版キットだったんですけれども、成型色を変えて、ガンダムベース限定で発売されているというキットですので、こちらをですね、ご紹介したいなと思います。はい、これがイフリート界の、ランナー画像でございます。成型色が、メタリックになっているので、メタリックブルーとか、メタリックオレンジ、そしてメタリックレッドの成型色が使われてます。今回ですね、メタリックレッドの成型色やつだけ、ゴールドを塗りまして、で上から、メタリックレッドを、キャンディー塗装しているというのをやっております。はい、というわけで、すぐに完成いたしました。 HG イフリート界、グロスインジェクションバージョンということでございます。あの全身がそのメタリック成型なんですけど、肩のとこなど中心に赤いパーツの部分だけ、ゴールドを塗って、上からクリアレッドを拭いております。肩しか塗ってないんですけどね、あの全身青い部分は普通の成型色なんですけど、すごいメタリックな成型色なので非常にマッチして今かっこいい状態ですね。ヒートサーベルはクリアパーツと、なっております。物合いは、シールで、再現されております。頭部の、物合いはですね、こちら頭のカバーを外すと、こちらのレバーが、ありますので、これを動かすことで、物合いを左右に動かすことが、できるようになっております。ちょっとやってみましょうね。はい、見ると、はい、ヒートソードは、背中のホルダーに収納することができます。でまた、このホルダーごと腰につけることも、できるようになっております。赤いメタリック成型色の、ガンダムベースのベースですね、まさしくベースが、1枚付属しております。大体のね、ガンダムベース限定商品にいろんな色で、付属しているやつですね。以上、ガンダムベース限定、イフリート界、メタリックグロスインジェクションのご紹介でした。もともとねプレイ版の商品だったんですけれども、ガンダムベースでは、成型色を変えて、売っているということで、非常にあの人気の商品ですので、もしガンダムベース行って、見かけた際はですね、ぜひ、買ってみてください。